ジでーす。ハイジでーす。今日は3人で対決しようと思います。その名も、誰が本物のハイジなのか。オンジのところに行くんだ。アルムの山小屋に行かなきゃ。何で俺だけ茶髪なの。お前らが本物のハイジだったら見覚えはあるかもしれないけど、ハイジととっても仲のいいヤギの一人、このユキちゃんに誰が本物のハイジかっていうのをちょっとね、見極めてもらいたいと思います。はい、あのハイジはピーナッツみたいな頭してるのね。起きたてで顔がめっちゃむくんでるわ。頑張って。あの、罰ゲームも用意しております。最後ちょっと開けようかなと思います。はい、2人が罰ゲームを受けることになるね。そう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 。いろんな行きたいところ、連れてほしいところがあるんだけど、歩きは嫌なの。嫌だよ。だから、ちょっと車で行きたいなっていう。だけど、ちょっと車運転してほしいなっていう。はい、運転できまーす。私は運転できまーす。やってみる。運転していいなってするよ。でも、ちょっとここは譲ってあげてもいいかな。許してあげる。ハイジっぽいな。私が運転するわ。1万円札で。1万円で。はい。ハイジは1万円なんて持ってないわ。1万円ありがとう。クララからもらったの。お小遣いだ。行っちゃいます。合流だ。都会怖い。都会怖い。カニに触るハイジ。ゆきちゃん、おお、ゆきちゃん、ゆきちゃん、ゆきちゃん、聞いて。何？とってもお腹空いたから、うん、なんか買ってきてほしいんだけど。ゆきちゃん、お腹減ったの？めちゃめちゃ減ったんだ。え？お店の中に入らなきゃいけないってこと？お願い。でも嫌だって待ってろよ、マジで。お、コンビニらしいところあるよ。マジでっていう声が聞こえたわ。私たちじゃないわよ。私たちじゃないわよ。気のせいで、気のせい。あ、パン屋さんある。はい、じゃあね、うん、私はゆきちゃんにパンを買ってきた。うわ、これちなみにゆきちゃんの分だけじゃなくてみんなの分もあるから。うわ、みんな牛乳もあるから牛乳飲んでね。みんなありがとう。牛乳、やっぱり朝だからちょっとおにぎりとかちょっとコンパクトに。お嬢様清水っていう、これエナジードリンクの、ちなみに大丈夫なやつなのこれ。私はゆきちゃんにクレープをあげたわ。美味しいでしょ。アルプスで作られたパンは美味しいのよ。アルプスでパンなんか作られるの？誰に決まってんの。次のスポットに行きましょうかね。行きましょう。行きましょう。どこですか、ここは。諏訪湖です。わーわーい。クララークララー。あそこにいる。おー、果てんところ。そう、住んでんの、あそこに。ゆきちゃん、腐ってもやっぱヤギだから人間とは脚力が違うわけ。一番の友達としてはバテなくて足が速い友達が欲しい。一番足が速いやつがゆきちゃんは好き。どういうことですか、ね、どういうことですか。の短距離走ってこと。短距離で行きましょう。ここ一周とかだったら本当にもう変わるところだった。何言ってるの。良くないよ。そんなことないよ。まあ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 。クラノのためにもここは私が1位を取ってクラノに印をつけてあげるの。私はあんただけには勝つわ。私が1位はよ。手手ついてー、よーい、ドン。びっくりかな。負けたー。やったー。クララ頑張ればこうやって走ることができるのよ。次行こう。
この景色。雲行き怪しいよ、ちょっと。あれあれどうしたの。この素晴らしい景色、そしてこのブス。お前もブスだから。ここはどこでしょう。アルプス。アルプス。地面見渡して、すごいよ。アルプスだ。うわすごい。アルプス。リケちゃん遊ぼうよ、ここで。そうです、ここは標高 1300m です。うわーすげー。待って、あのブランコ乗りたい。え、何のブランコ。ゆきちゃん、あれ何。ゆきちゃん、ゆきちゃん見ちゃダメ。ゆきちゃん見ちゃダメ。ゆきちゃん見て寝てないでしょ。乗ろう。寝てないでしょ。みんな乗ろう。ゆきちゃん、やばいやばい。ゆきちゃん、やばいやばい。ゆきちゃん乗る。さいかん乗る。私乗る。乗る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 。行かれてるよ。行かれてる。行かれてる。あれすごいよ、がっちりハーネスつけるね。ゆきちゃんのために目いっぱい楽しむから。私ハイジ、椅子に座って記憶を取り戻したわ。誰より高く飛ぶわ。せーの。あ、やばい、やばい、やばい、めっちゃやばい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、来るなー。クララ見てる。クララどこ。やーやーやふふりやふふりやふふ花やふふりやふふりよ。口笛はなぜ遠くまで聞こえるの。あの雲はなぜ私を待ってるの。教えておじいさん、教えておじいさん、教えて。アルムのもみの木よ。やらら、ふふりや、ふふりや。こんなに怖い。ちょっと待って。え、大丈夫？うん、ちょっとね。大丈夫？あのね、なんかあんまり楽しんでなさそうに見えたけど、大丈夫？いや、でも、思った以上にね、このブランコに乗るとね、ちょっと、怖い。どうした？単純にあの余裕だったわ。行くのや待って飛び出ちゃう。だってアルプスの少女ですもの。じゃあハイジ行きまーす。ユキも行きまーす。はい、やわやふふらやふふりよ。雪の夜はなぜバラ色に染まるの。あの風はなぜどこに隠れての。教えておじいさん、教えておじいさん、教えて。アルムのもみの木よ。やばい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 。ちょっとやばい。やばすぎるやばい。わあ。すごい。楽しい？めっちゃ楽しい。楽しい？イエイ。私がハイジです。私がハイジだ。俺がハイジだ。俺？ゆきちゃんメモを参照して4箇所ありました、はい、ちゃんと平等に1ポイントずつ入れていきます、はい、1個目、はい、ずっと運転してくれた釣り目ハイジの優しさ、これは本当にとっても嬉しかったです。やった1ポイントよっしゃ。それは嬉しい。2個目、はい、サービスエリアで、はい、差し出してくれたクレープ、はい、クレープね、2個選ばしてくれたのが、うん、優しいなって思いました。どっちがいい？あ、選ばしてくれるの？うん、こっちにしようかな。うん、さっぱりしてるしね、一緒に食べようか。3個目、はい、僅差で足の速かった陸王ハイジ。やったそこね。1ポイントそこね。1ポイント。最後のブランコ、これ一番自信ある人。はい、はい、あ、私がハイジでした。私がハイジでした。私がハイジです。私がハイジです。総合1位は、総合1位はリクオハイジです。よよよよよよ
3人でね、探してきたのでわー2位は2位はいや、点数で判断するなら2位はハイジは1人でいいんですくそ、ね、多分ね、もう最後のブランコちょっとビビっちゃってる全然ビビってないよ真のハイジにもう、偽物のハイジに罰ゲームを言ってもらおう。私からじゃああれ何、罰ゲーム発表していいわけね、はい、2人が受けるんだもんね。まあこれはそうですもん、本当にもうこれは本物のハイジがリクオさんということで、もう他2人はもう偽物だっていうことなんで、はい、ということでじゃあね、罰ゲームこちらです。ハイジコスプレ、あ、ハイジコスプレしてインスタライブ1時間お疲れ様です。はい、お疲れ様です。待って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